人は結構楽勝な感じで、私は痛みちょっと強くて、本当に日本でやってよかったと思います、はい。本日はクリニックの韓国出身のスタッフさんにご協力していただきまして、二の腕脂肪腱ダウンタイムの経過約1週間目をご紹介したいと思います。今回執刀したのは二の腕と肩の部分と副乳ですよね、はい、そうですよね、はい、最初副乳が人の3倍ぐらいで悩んでたと思うんですけども、はい、今回皆さんにお伝えできればなと思うのはこの1週間目の経過なんですね。まずその最初手術を受けてからこの1週間の間に実際に仕事とかもしていると思うので、実際に働く上でどうだったのかとか、自分が想像していたよりもダウンタイムどうだったのかとか、あとは日本と韓国で受けるときに違いについて最初にお話ししたと思うんですけども、実際日本で受けてよかったのかとか、そういったことも含めて実際のリアルなスタッフさんの声っていうのを聞けたらと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず実際のダウンタイムですね、はい、どうですかね、この1週間過ごしてみて。そうですね、3日目までは正直結構しんどくて、なんか重い荷物とかもあんまり持てなくて、うん、家でちょっとゆっくり過ごしてて、で4日目から仕事復帰したんですけど、仕事本当に何も問題なく復帰できました。で同じ時期に2人の他のスタッフが脂肪吸引受けたんですけど、その2人は結構楽勝な感じで、痛みも全然ないし髪の毛も結べるし何も問題はなかったんですけど、私はその2人に比べるとちょっと痛みちょっと強くて、あと髪の毛もちょっと結びづらかったなっていう印象はありますね、うん、そうですね、同じ時期にちょうど3人ぐらいのスタッフさんを執刀させていただいたんですけども、人によってダウンタイムの経過は皆さん違うと思うんですよね。すごく軽い人もいれば、今回の方みたいにちょっとなんか腕が上げづらいとかちょっと痛みが感じやすいとか、そういった方もいると思うので、仕事にする上ではいろんな人の経過を知っておくっていうのがいいのかなと思うんですね。自分だけが内出血がひどいとか痛いとか、あと自分だけ失敗したって思ってしまうと思うんですけども、いろんな人の経過を見つければ自分はこの人に近いんだっていうのが分かると思いますので、そういった意味でもいろんな人の経過っていうのを動画内でたくさんご紹介してますので、そういうのも見てみてください。実際ですね、この副乳ですね、ここはあんまり内出血が出ないですね、1週間目とかで。結構スッキリしましたかね。もう本当になくなりました、副乳は。ね、なくなりましたね。はい。であとは、この辺にちょっと内出血出てますよね。もともと少し色目が白いので目立ちやすいんですけども、それでもあんまり出てない方なのかなと思いますね。反対側はあんまり出てないですね。そうですね。背中ってほとんど出ないんですね、どんだけたくさん吸ったとしても。あとはもうちょいちょい出てますね。でも1週間ぐらいでこんな感じだったらあんまり分からずに過ごすことができるんだと思うので、断点もしっかりと押さえた上で成長すればこんな感じで低下していくと思いますので、こういった内出血の部位っていうのも参考にしてみてください。最後に韓国と日本でどっちで脂肪腱やるか悩んでて、結局日本でやるってことになったと思うんですけども、実際にこの1週間日本でやってよかったのかっていうのを実際のこと聞いていきたいんですけども、はい、どうですかね。本当に日本でやってよかったと思います、はい。なんか理由としては、ずっとしてくださった先生が近くにいるのと、何かあった時にすぐ相談できる先生がやっぱりクリニックにいるので、やっぱりそこの面に関してはすごい良かったなって思います、うん。実際この1週間働いてる時にちょっとなんかむくみがあるんだよとか、まあ、左右差があるんだって相談されたんですね。そうです。でもそれはなんかよくある経過なのかなって思ってて、一般的には同じ状態でむくみが効いていく人っていないと思うんですよ。なのでむくみが引くスピードにも左右差があると思うので、なんか片方だけむくんでるとか、そういうところってのはよく起きることなんですね。まあ、そういったふうな不安な思ったことっていうのをまあ相談していただいたので、うん、それも僕は直接すぐにお伝えできるので、そういった意味でもその近くに執刀した先生がいるとか、すぐ相談できる環境とか、もし万が一何かあった時にすぐに行って対処してもらえる環境とか、そういったのっていうのは日本でじゃないとできないことなのかなって思いますので、それが韓国と日本と比べる時に日本でやる脂肪腱のメリットなのかなと思いますので、韓国と日本で悩んでる方っていうのもこれも一つの意見があるよっていうのを一つ参考にしてみてください。今回は韓国出身のクリニックのスタッフさんにご協力していただきまして、二の腕脂肪腱ダウンタイムの経過約1週間目をご紹介しました。また今後の経過2週間目とか1ヶ月目とか、どのように経過していくかも含めて、また別の動画でもご紹介できればと思いますので、そちらも参考にしてみてください。この動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととっても嬉しいです。それではまた。